かしたことあるでしょ。手に嘘だ絶対嘘手に嘘だよな本当本当嘘社会圏したでしょ。社会圏はいつ、みんなと同じだよ。なにそれ、やっぱりキスしたことあるんじゃないの。あ、バレた。いきなりさ、足からやっちゃったらそんなことしないよ。そんなんじゃない、あ、自分でボケ取ってんね。やっぱりそうじゃない。アイスが溶ける。でも別に普通だよ。普通なの。うん、なんか普通ってどういうの。ツッコむ言わなきゃ今日大した言えない。脅しかけてるな。何しとったらね、脅しかけてるな。でも言わなきゃ言ってんの。じゃあ別に普通だよ。やだ、マリちゃんみたいな。だから私、変なこととか言いたい。嫌いね。言うの恥ずかしいな。教えてよ。17。17? うん。じゃあ、2年。2年。2年。どこでやったんや。やったんや。やったんや。あ、でもいいんじゃない。どこでそうなったの。彼氏の部屋。彼氏の部屋。彼氏いくつだったんや。あ、いいと思ったの。あ、でもね、あんまりね、自分でなんか出たかなって感じ見ないでしょ。だから、でも多分出たんじゃないかなって思う。出たんじゃない、その後にさ、しばらく股が開いて歩けないとかさ。なんか、ガニ股になってしまったとか。でも結構普通に歩いて帰ったんじゃないか。普通に歩いて帰ったあれ、なんかパンティにつけてついちゃったりとかしなかった。いつまで痛いとか。あんまりついたりとかはしなかった。じゃあ痛かったのはその時だけなの。もしかして全然痛くなかったとか。ギャー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 言って、わめちゃったの。ギャーとか言って。女にて好きなんて言わないけど。でもなんかでも本当に。それ、その彼氏とは何か続いたの。あ、だけどね、あんまりやっぱり、なんていうのかな、結構離れて住んでたの。あ、そうか。やっぱね、離れてて別にね、なんかじゃあ、それ一回切るとか。あ、それ切るってことは、そんな悲しいことはなかったけど。じゃあ、何回もやったのね。やってないけど、でも普通の可愛いお付き合いはしてないけど。なんか、秘技とか。何それ。得意技とかある。私が笑ったのね。4の字固め。あ、そんな秘技なんてないよ。まだそんな、別に勉強してないもんね。勉強しなきゃね。今度教えてるじゃん。教えてあげる。あと、あのソフトクリームでやろうって。何何それ。それじゃなくてね。どうしよう。これから買い物に行って帰る。ねえ、下着買いに行こうよ。マリちゃん何カップ。ねえ、アイスじゃないから聞かない。マリちゃん A カップっぽいな。でも、でもない、ね、本当にないよ。でもドーンとあるかも。いや、ない本当、ない気合せしてるだけかもしれない。でも全部なんかないから、お尻もないし、胸もないしってか、幼児体型だから、いわゆる。
しみと同じ年でそんなに変わらないのに、あんな風に言われちゃうとちょっぴり悔しいなって。私だって女の子なんだし、同じようにそういうことに対して興味もあるし関心もあるのに。だけどまだ本当の喜びって知らない。でもまだ10代だし、これからだと思うけど。それでもやっぱり背伸びしてみたい年頃なんですよね。だからこの夏にひと夏の体験ができたらいいななんて。そして今度は私がよしみに自慢できたらいいな。でも私がよしみにひと夏の体験したよなんて言ったらどんな顔して驚くかな。